が大晦日試合やったんで、年末にこういった会ができなかったんで、まあ、それぞれ去年1年の、感謝と、あと僕たちメンバー一人一人が、今年の目標とかそういったのをちょっと話させていただきたいと思うんで、ジョリーからじゃあお願いします。明けましておめでとうございます。アンボチャンネルのジョリーです。ちょっと真面目な話になっちゃうんですけど、目標をちょっと語らせていただきます。今年は格闘技っていうところに対しても真剣に向き合って磨き上げて、本気でもプロ格闘家として活動していこうと思ってます。応援よろしくお願いします。いや、去年はちょっと足が折れてしまって1年間試合もできなくて、本当ムズムズした年だったんで、2月僕三河幕府のヒロっていう人と対戦決まってるんで、そこで皆さんに僕の今年の抱負を伝えます。その次の2月の試合で皆さんに見せるんで、それ見ててください。お願いします。皆さん明けましておめでとうございます。2023年は1年大変お世話になりました。去年1年はね、本当にたくさんの、チャレンジというか挑戦というか、中にはね、意味のわからないことをしてるなと思ってる方もたくさんいらっしゃると思いますけど、去年は本当にしたことないチャレンジや K1 をやめて、でいろんなことにチャレンジした1年になって、本当に自分自身なんていうんですかね、いろんな意味で成長もしたし挫折もした1年になったと思ってます。でその集大成だった大晦日で僕は MMA デビューしました。デビューした MMA 戦で、僕は本当に勝つつもりでやってたんですけど、負けてしまいました。で今年の今思ってる自分の気持ちとしては、 MMA に対してリベンジしたいなって気持ちを持ってまして、まず短期目標として MMA の団体でチャンピオンになる、中期目標として僕はライジンのチャンピオンになりたいと思ってます、 MMA で。で長期的には本当に UFC とかそういったところを狙えるような選手になっていきたいと思ってますんで、ジョリーと同じように今年1年さらに格闘家として飛躍する1年に必ずしますので、今年も皆さんよろしくお願いします。めちゃめちゃでかいな、だから。
ムジムさんでした。拍手。ガチで行きます。ガチで行きます。後で500円また、あ後で500円ジョリーに、ジョリーに、はい、住所です。住所、住所。ガチジョリー目指すんでガチでぶち殺します。多分7人そういう人結構いると思う。行くぞ。いきます。いいです、いいですか。本気行くからな。おー、遊べる。よーい、スタート。おー、これ全中国、全中国。ジョリーめちゃくちゃ嫌いな。じゃあいきます。じゃあ頑張って、はい、よーい、スタート。こいつ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 こいいつこいつこいつこい飛んでるな。ここじゃ最後仕入れてる。え、それジョリの血だったの。うわ、ジョリの血です、これ。いや、ジョリ変わるわ。え、なんで俺？あ、俺？なんで殴ってんやったやってる。俺も殴っていい。オッケー、話違う。アンボチャンネル、うまいことなってるんだよ。じゃあ、じゃあ、俺の代わりに急遽師匠が出てくれるということで、皆さん拍手。さあ、うわ、やだな。なんか緊張してきた、俺も。ちょっと緊張してきた。じゃあ、行きます。タイマー OK。 タイムで3分で30で。 Ready ポイ。なに、え、返してるよ。すぐ返すの。おー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 。行きますか。一回開けましょう。正直もう戦うことしか脳裏ない。僕の春の剣買ってくれないと思うんで。あっと、せやせやせや、ペル君にハグできる権利買っていただいてる方もいるみたいで。これ誰も来てくれるんだ。俺恥ずかしいやあ、まあ、ペル君こうやってパッと言ってください。ペル君の、ハグできる権利購入していただいた方、前にお願いします。マジっすか。嬉しい。めちゃくちゃ来てくれるじゃん。嬉しい。マジで。やば。ありがとうございます。本当に。ありがとうございます。どんな気持ち。じゃあいいですか。嬉しい。すごいな。俺もそれだった。すいません。ありがとうございます。あ、もちろんです、もちろん。なんか嬉しい。はい、あ、じゃあ、いや、これ、何見てられてん。
や、すいません。いや、今日の観客全員マジ複雑な気持ちで。え、どう見たらいいんっていう。いや、ありがとうございます。応援します。いや、応援してください。ありがとうございます。ぜひお願いします。え、いいですか。いや、俺もなんか鼻の下伸びてきた、俺も。すいません。強い強い。強い強い強い。ありがとうございます。はい、最後の一人。いや、ほんまですか。いや、よろしく。激しい。いや、大好きです。激しい。あ、キース。ジョリー殴りたいで、もう一人いますか。あ、ダッシュ。あ、マネージャー手挙げてます。あ、マネージャー。あ、じゃあ一回いいですか。一言お願いします。え、ジョリーさん、女の子なんで動かないでほしいです。はい、怖っ。怖っ。おー、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 一枚ちゃう。本人全然笑ってない。よーい、スタート。おー、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 ゆりの回し走れるよ。ゆりの回し走れるよ。結構ムカついてた。結構ムカついてた。あのさ、投げんのはいいよ、顔のさ、これガチの裏に凍ってるやつになるから、なんかした、何もしてない。これ実際500円を買った今日買った来た人は2人やろ。はい、まあ1000円ってことやか。はい、1000円でボコボコ持つわ。こいつボコボコ持つわ。さすがにかわいそうっすわ。とりあえず優しいしちゃってください、ちょっと。はい、じゃあそれぞれ自己紹介お願いします。ジョリー中東シュウさんのマネージャーをしますデロと申します。優勝します、お願いします。ただの一般人です、よろしくお願いします。頑張ります、よろしくお願いします。カメです、シミです、頑張ります僕も、よろしくお願いします。あ、皆さんこんばんは、テルジョリーのスポンサーさせてもらっております、錦産業の貝森と言います。今回このために北海道から来ました。よろしくお願いいたします。頑張ります。このために、これのために。あ、もちろん。大阪でルキア君が活動してた時にルキア君と一緒に練習してました。タイヤファイトやったらルキア君に勝てると思うんで、よろしくお願いします。ご紹介になりました、あのラジディダキーダディの偽物です。でもあのルキア君は超好きです、めちゃめちゃ好き。なんで、あの応募させようにいらっしゃいます。レディーファイト。おいおいおい、めっちゃ悪い。大丈夫、出た、足出た。いきます、レディーファイト。ラスト5秒。痛い痛い痛い。サードステージ、レディーファイト。もう一回だけ。もう一回あります。もう一回やりましょう。じゃあもう一回やろう。すいません、自家ボケはすいません。応援しましょう。自家ボケ、レディーファイト。よしよし。早急に席に戻ってもらって。レディーファイト。
か。かよりさんでもダイエット成功したっすもんね。ありがとうございます。ちょうどいい賞です。確かにもうこれが優勝でええんちゃう。いやいや、みんなルキア君の名前だけ言ってんのか。準決勝いきます。レディーファイト。これはスタンドですね。レディーファイト。北海道からこのためにお前決勝まで上がってきてけどさ、俺とやれんの、俺とやれんの、お前リガネイキッドチョークで締めだろうわ。おい絶対じゃん。これ特別ルール30秒です。プロなので2人とも行きます。そうなの。レディーどう、俺のバージョン多かった。全然軽かった。先輩の顔になってました。みんな拍手お願いします。すいません、今日来てくださってるブレイキングダウンの選手がいてるんで、すごい、今日来てくれてあります。ちょっと前に来てもらっていいですか。ブレイキングダウンで次、初めまして、トシドーと申します。今日はアンポールキュアチャンネルの皆さんをこう間近で見させてもらうと、やっぱ夢に向かう努力とか、なんかこう僕よりも優れてるところがたくさんあって、ちょっと見習わなきゃいけないところがめちゃくちゃあったんで、ちょっと僕もやっぱり負けてらんないところもたくさんあると思うんで、そこをしっかり吸収して、またブレイキングダウンで花咲かせたいなと思います。皆さんよろしくお願いします。ポランド近くです。よろしくお願いします。僕もテル君と同じく1年くらいには試合してなくて、だからルー君とかジョリとかみんなが頑張ってる姿を見てて、すごいモチベーションが上がったので、僕もみんなの姿を見て、これから一緒に上に上がりたいので、これからもぜひよろしくお願いします。では忙しい中ありがとうございました。ありがとうございます。本日は皆さん本当にお集まりいただきましてありがとうございました。今年1年もちろん動画とかそういったところにもコンテンツとして力を入れていって、たくさん面白いものを発信していき、でとりあえずは格闘家としてしっかり結果を出していって、で僕は必ず MMA のベルトへのチャンピオンと近づく1年にしたいと思いますので、これからも背中が温かい応援をお願いします。今日は本当にありがとうございました。いいですか皆さん。ありがとうございます。ちょっと動画撮りですか。この動画ツイッターにすぐ上げたいけど。いきます。アンコチャンネル最高。遅くなりましたけど、ちょっと試合の次の日にパンチ紹介を、してなかったので、ここでパンチ紹介をさせていただきたいと思います。大晦日の試合、応援いただき誠にありがとうございました。ちょっとね、パンツの方が今手元になくて、でそれなんでかというと、試合終わって1月3日から実家の方に帰ってたんですけど、自分のおじいちゃんにパンツを渡してきました。でそれなんでかというと、まあ本当におじいちゃんに対して
おじいちゃんとか、まあ、家族に対して、この、今回、MMA デビュー戦、MMA で試合をすることをめちゃめちゃ反対されたんですよね。で、それを、まあ、俺はもう MMA をやるっても決めてるんで、心に。だから、この負けたパンツを、もう人に渡すことに渡して、おじいちゃんに渡して、もう俺は必ずチャンピオンになるから、その時にこのパンツを俺に渡してくれっていう風なことを言って、パンツを渡しました。だから、そのパンツ、デビュー戦の MMA パンツは、俺がチャンピオンになった時に取り戻します。はい、ということで、まあ、画像になっちゃいますけど、スポンサー紹介をさせていただきます。ちょ、マジでうるさい。まず、メインスポンサーをしていただきました。まあ、いつも紹介させてもらってます。有志会長率いる、新生グループ、ありがとうございます。ソラマル、バキさん、カルロス、3人の弟子をね、アンポチャンネルで、今、育てておりまして。で、カルロスとかは、かなり試合数もこなしてて、今、格闘技の方に、ソラマルも今日昼練習してて、格闘技の方に専念してます。で、新生はホストグループで、一番を取るっていうのを理念に掲げてて、活動しておりますので、有志会長には本当に K1 グループの時に、まあ、辞める時にね、すごい力を貸してくれて、まあ、今の関係があります。本当にいつもありがとうございます。次に、メンズクリアさん。脱毛といえば、メンズクリア。で、僕も、普段脱毛やってもらってて、たくさんのキャンペーンとか、やってますので、ぜひ脱毛に興味ある方は、チェックしてみてください。ありがとうございます。次に、宮縄コンクリートさん。大阪のコンクリートを扱ってる、会社なんですが、宮縄コンクリートさんの、稲垣社長からは、僕は、ブワーカオ戦で、スポンサー募集をさせてもらった時に、問い合わせいただきまして、で、本当に、結構定期的に、大阪に、行った時はお会いさせていただいてて、なんか、仏さんみたいな人です。なんか、仏さん様のような方で、宮縄コンクリートさんは、現在 YouTube をやっておりまして、チャンネル登録者数、1000人を目指しております。で、現在800人ぐらいで、であと200人で1000人を到達しますので、ぜひ皆さん概要欄から登録していただければ、俺も嬉しく思います。テル君やジョリーも出演したりしてるので、僕も次必ず出演します。稲垣社長、本当にいつもありがとうございます。次に、セレミラーさん。前回も紹介させていただいている会社さんなんですけど、知人の紹介でスポンサーをしていただくことになりまして、多分面識が僕多分ないんですよ、まだ。ですよね。ないですよね。まあ、ないんですけど、試合終わったら食事行きましょうって前回言ってたんですけど、行けてなくて、本当にちょっと近いうち一度お会いさせていただきたいので、お願いします。ご連絡させていただきます。次にチキンジムさん。東京都内で、パーソナルトレーニングをメインとした、トレーニングジムをされております。パーソナルトレーニングといえば、チキンジムという形で皆様に覚えていただければと思います。ありがとうございます。チョリ君がね、僕の先輩というか、もうほんまに俺が20歳ぐらいから一回上京した時に、つながりでご縁を持たせてもらったんですけど、まあ、その頃はすごいお会いさせていただいてたんですけど、今もなかなかお会いできてない状況で、近々お会いしたいので、チョリ君ぜひ、ご飯に教えてください。次に、アイオニックさん、歯医者さんですね。今回の試合から、スポンサードしていただくことになりました。いろんなことに挑戦するところや、強い意志が、アイオニックさんが掲げるビジョンと、一致しているということで、ありがたく、今回から応援していただくことになりました。で、僕もやっぱ歯はね、格闘技にとってめちゃめちゃ大事なので、で、ここの会社は、電動歯ブラシの製造、販売をされておりますので、僕もね、使ってるんですけど、めちゃめちゃいい歯ブラシなので、ぜひ皆様、概要欄の方から、ご確認チェックしていただければ嬉しく思います。スポンサーありがとうございます。次に、株式会社、マルエさん。紙パッケージの製造や販売をされている会社です。で、僕も、今回の試合から応援してたことになりまして、で、まだ、直接お話をしたわけでもなく、まだお会いしておりませんので、近いうち、また、一度お会いさせていただければと思います。応援ありがとうございます。次に、スリープテックさん。スリープテックさんは、まあ、YouTube でも、何度も紹介させていただいてます。ナイトプロテインの、レストの販売をされております。本当に僕も試合前、まあ、特になんですけど、やっぱり減量中とかは睡眠の質が落ちたりするんですけど、スリープテックさんのレストを飲むと、やっぱり睡眠が深くなったり、次の日の調子が本当に良くなります。なので、概要欄の方にこちらも貼っておきますので、ぜひチェックしていただければと思います。応援ありがとうございます。最後に株式会社熊田さん。熊田社長にはもう2018年ぐらいから応援していただいてまして、本当に僕もその当時のスポンサーの料金と今の料金って全然違うんですけど、まあそれをなんて言うんですかね。料金が上がることってやっぱ言いづらいことではあるんですけど、でもまあ選手としてはやっぱり価値を高めていくのが仕事であり、まあなかなかそういったことも言いづらいなとか思ってる中で、ずっとこうして今でも応援をし続けてくれてて、日本のものづくり産業に欠かせない、大型機械の製造や設置などをされております。で、兵庫県の、僕の地元である兵庫県の加古川市で、
会社をやられておりまして、現在従業員の方を募集されてるみたいなので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。熊谷社長、なかなかお会いできておりませんが、ちょっと近いうちに、食事行きたいと思ってますので、ぜひご連絡させていただきます。本当に応援ありがとうございます。以上、今回のパンツのスポンサーをしてくださった、企業様の紹介をさせていただきました。本当に皆様の応援やサポートがあって、僕も、試合に挑みます。その中で今回は試合の結果出せませんでしたが、これから MMA でも必ず俺はベルトを取るので、変わらず、応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。アンボルキアチームの、格闘技活動や YouTube 活動を応援してくださるスポンサー様を募集しております。興味のある方は概要欄の方にメールアドレスが記載されてますので、そちらからご連絡いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。